横浜市立大学のキャラクターヨッチーだよ。医学部に遊びに来た小学生いっちゃんだよ。これからヨッチーが横浜市立大学医学部の学生をテストするから、いっちゃんも一緒に勉強しよう。いっちゃんに怪我をした時の処置の仕方を教えてね。今回のテストはこれだ。どうしたの？好きな人のために料理をしていたら切っちゃって。え、好きな人って？ケンちゃん、そういう場合じゃないでしょ。すごい量の塩、急いで止めてあげて。そうだね。じゃあ僕のテストは止血だね。千秋ちゃんのためにも頑張るよ。うん。うつつを抜かしてないで頑張れ。じゃあ早速血を止めていこう。血を止めなくちゃ。いっちゃん、人の血を直接むやみに触っちゃいけないんだよ。自分の持っていないウイルスがいるかもしれないからね。だから人の血を触るときはこのような使い捨てのゴム手袋を使うようにしよう。ゴム手袋がないときはビニール袋でもいいよ。とにかく直接触らないことが重要なんだ。それから血の勢いがあまりにもすごいときはメガネをした方がいいんだ。ウイルスから身を守るって大事なのね。そうだよ。それじゃあ血を止めてみよう。とにかく止血の基本は出血した部分にガーゼを直接しっかり当てることが一番重要なんだ。どれぐらい抑えてればいいの？15分くらい抑えればほとんどの血は止まるよ。血が出ているとびっくりしてしまうけど、冷静に処置をしてあげよう。傷口を見てどこから血が出ているのかわからない場合は、軽く傷口を拭いてあげるのもいいね。あと傷口は一箇所とは限らないから、他に傷口がないか探してあげよう。直接押さえる止血以外にも、関節の動脈を押さえて血を止める方法もあるんだ。だけどこれは難しいし、止め方を間違えると出血がもっとひどくなってしまうから気をつけて行おうね。とにかくどちらで血を止めてもあくまで止血、傷を治しているわけではないんだ。あ、ガーゼが血で濡れ切ってるね。そういう時はガーゼを交換した方がいいんだよ。どうして？それはね、出血した血液が体に何か悪いものとして認識して血を止める働きを悪くしてしまう場合があるんだ。それに出血している部分と押さえている部分が違う場合もあるんだよ。じゃあガーゼを交換しながら傷口をもう一度確認した方がいいの？そういうこと。よし、いっちゃん、もう一度復習してみよう。うん。1、まずは血を触らないように手袋をつけます。2、出血している部分をガーゼでしっかり押さえます。よくできたね、いっちゃん。千秋ちゃん、大丈夫ですか？うん、血が止まったみたい。よし、これで僕は合格。そして千秋ちゃんのハートも。テストは合格だけど。よっ、色男。ケンちゃんは千秋ちゃんが好きなの？あ、まあ、千秋ちゃんはケンちゃんが好きなの？実はヨッチ。まあそういうことなんだ。じゃあね。待って、私を置いていかないで。最後に何か言うことは？出血がひどい時は病院に行ってください。恋に破れた時は思いっきり泣いてください。バイバーイ。